甲州名下道古墳は、大韓民国甲州広域市、高山区民下道にある古墳。形状は、長鼓墳。甲州広域式念仏、第22号に指定されている。朝鮮半島南部には、長鼓墳十数基が分布し、日本に多く存在する前方公園墳との関連が指摘されるが、本古墳はそのうちの一つになる。朝鮮半島南部、 甲州広域市西部の標高30メートルほどの丘陵上に築造された古墳である。1993年と1994年の2度、国立甲州博物館により発掘調査がなされている。墳形は前方五円形で前方部を北北西に向ける。現在までに、墳丘西側は民家、公園部南側は畑、前方部中央は、 現代墓の建設により変形を受けている。前方部は、線場の広がりが認められる一方、紛糾表面には、不きし、断築、作り出などの外部施設は認められていない。紛糾周囲には、縦型の集合が巡らされているほか、紛糾その一部には、円筒埴庭状の土製品列が確認されている。この土製品には、格子文や鳥足分が、 当立技法で施されているほか、その政策には、くだらの糖質土器との関連が指摘される。埋葬施設は横穴式石室で公園部西寄りに築造されている。石室は破壊を受けており、石室系譜などの詳細が明らかでないが、沿道を西側区レ部方向とし、推定規模は長さ2.15メートル、幅2メートル、高さ1.5メートルを測る。 石室からは、石属小金具、具糖質土器片などのくだら系文物が発見されており、他地域からの文物は見つかっていない。また特に釘などの発見から、木管が原質に安置されたと見られている。この民家道古墳は、墳形、出土品などから三国時代の六世紀前半から中頃の築造と推定される。なお、古墳の下からは、 青銅期時代の住居跡が発見され、当地での古くからの人々の居住が推測される。しかし一体に在地系古墳の経譜はなく、この民芸道古墳はこの地域で突如出現した古墳になる。古墳域は1995年4月20日に甲州広域式念仏第22号に指定された。出土品は国立甲州博物館に展示されている。横から望む 噴系古墳の規模は次の通り。噴霧の外形に関しては、寺山古墳や長山古墳との類似が指摘される。所在地交通アクセス。ありがとうございます。